思わず笑顔になっちゃう、美味しいが満載のグルメでスマイル。毎月2つのお店をご紹介。今月はニューオープンのお店をテーマにお届けします。私の街に暮らしたともに。こんにちは、私はサワラプラザサナル台に移転オープンしたエルカミーノにやってきました。それでは早速行ってみましょう。はじめにご紹介するのは浜松市中区サナル台、サワラプラザサナル台に去年12月に移転オープンしたエルカミーノ。本格スペイン料理が味わえるお店です。中野さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですが、はい、エルカミーノというお店の名前にはどんな思いが込められているんですか？はい、エルカミーノはスペイン語で道という意味があるんですけれども、まあ、当店にお食事をされてこのいらしている空間の中をお客様の記憶に残る道作りができたらいいなと思って命名いたしました。お店のコンセプトはどんなコンセプトのお店なんですか？はい、まあ、気軽に本格的なスペイン料理が食べれるお店を目指してますので、まあ、明るくアットホームな空間でいろいろなお料理を楽しんでいただけたらと思ってます。ランチでもディナーでも楽しめそうな雰囲気のお店ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では今日は早速、はい、おすすめのメニューを、はいはい、いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速パエリアご用意いただきました。海鮮たくさん入ってますね。はい、そうなんですよ、海鮮たっぷりのパエリアです。すごい海鮮の味も染み込んでますし、やっぱレモンもすごい味わかりますね。これは海鮮のパエリアなので魚介の出汁をうまくそのどれだけお米に吸わせて炊けるかというのと、あと炊き加減ですね、下におこげを表面作りたいんですけど、おこげを作りながらふっくらと炊き上げるように心がけてます。ホタテもすごい歯ごたえがありますね。味もすごいしっかり染み込んでいて美味しいです。はい、ありがとうございます。この他イカスミパエリアやソーセージのパエリア、冬季限定広島産の牡蠣とキノコのパエリアも人気です。こちらのパエリア、テイクアウトもできると伺ったんですが。はい、当店ではテイクアウトも全種類パエリアご用意しております。でテイクアウトの際はこの鉄鍋のままのテイクアウトか容器に移してのテイクアウトもお選びいただきますので、まあ、当店としてはぜひ鍋のまま持って帰ってもらって家の食卓でこの状態で召し上がっていただきたいなと思っております。この大きさのままお持ち帰りができるということですか？はい、そうです。豪華ですね。はい、そうなんです。絶対に家では、ね、できない料理なの で、はい、ぜひそこを家で、ね、味わってもらいたいなと思ってます。冷凍パエリアの販売もあります。詳しくはお店までお問い合わせください。2品目ご用意いただきました。はい、こちらエルカミーノの下ビラメのムニエルになります。下ビラメ、はい、まあ、ヒラメの一種なんですけれども、少し平べったいわらじのような形をしたヒラメになります。すごい厚みがありますよね。はい、厚みがあるものを選んで使用しております。もうとってもプリプリですね。はい、ありがとうございます。上に乗っているのは何が乗ってるんですか？はい、上にはミニトマトと松の実とケーパーですね。ケーパー、はい、あとニンニクが炒めたものす。すごいニンニクもいい香りしますね。はい、最後にデザートをご用意いただきました。こちらはバスクチーズケーキになります。スペインのバスク地方でよく食べられているケーキなんですけれども、まあ、少し表面をこんがりと焦がしめに焼くのが特徴と、中はすごいしっとりとして柔らかい感じのチーズケーキになります。
すごい口に入れた瞬間もう滑らかですね。チーズの味がとっても濃いです。すごい材料はシンプルに生クリームとクリームチーズがメインなんですけど、やっぱり本当に何種類も取り寄せて何パターンも試して出来上がった、まあ、当店で本当に自慢の濃厚なチーズケーキなので、ぜひ召し上がっていただきたいです。最後に中野さん、ランチの限定でテイクアウトのお弁当もあるってお伺いしたんですけど、はい、お弁当は4種類ご用意しております。でメインは全部パエリアにはなるんですけれども、パエリアは、ご注文時に味をお選びいただけます。でおかずの内容によって少し金額が変わるんですけれども、税込み価格で800円と1000円と1500円と2000円の4種類をご用意しております。テイクアウトもすごい充実しているので、皆さんぜひお試しください。今日は美味しいお料理ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。エルカミーノさんから視聴者プレゼントをいただきました。はい、本日ご紹介した魚介のパエリアの2名様分を、3名の様にプレゼントいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは最後に視聴者の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、かしこまったマナー等はございませんので、お気軽に、スペイン料理を食べにいらしてください。よろしくお願いいたします。さあ続いて紹介するのはこちら、サンストリート浜北フードコートにあります中華そば落書きです。どんなラーメンがいただけるのでしょうか。それでは行ってみましょう。続いてご紹介するのは浜松市浜北区平口サンストリート浜北1階に去年10月にオープンした中華そば落書き。さあ旦那さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらの落書きさんなんですけど、はい、超人気店お絵描きさんの姉妹店としてこちらサンストリート浜北にオープンしたのですけど、どのようなコンセプトのお店なんでしょうか。ここの、中華そば落書きは、浜松から浜松に、地元のお客様に対して地元の食材を知っていただこうというコンセプトで始めたお店です。今回地元の企業さんにいろいろ協力していただいて、お絵描きだけではなくって地元の農場であったり醤油蔵であったり、あとお肉屋さんとか餃子屋さんとかいろんな浜松の企業と一緒になって作ったお店です。まさに地産地消のお店ということなんですね。はい、そしてどのようなメニューをいただけるのでしょうか。今回うちのお店で一番こだわってますのはこの浜北コーチンという鶏肉なんですけども、この浜北コーチンをふんだんに使ったスープ、その浜北コーチンの卵を使った麺、もうすべてにおいて浜北コーチンを前に出した商品を展開しています。浜北コーチンなんですけど、はい、今まで聞いたことなかったんですけど、はい、どんな鶏なんでしょうか。コーチンっていうのは名古屋種っていう、種類の鳥になりまして、名古屋種を、浜北の、土地、浜北の水、浜北の餌、特にこだわってるのは浜北の無農薬のお茶を食べさせたコーチン種、名古屋種になります。なるほど。ではこちらの浜北コーチンを使ったラーメン、ぜひいただきたいと思います。よろしくお願いします。ご紹介いただくのは店長の佐野さんです。よろしくお願いします。お願いします。もう鶏の匂いがしてきますね。はい、早速いただきたいと思います。はい、まずはスープからいただきますね。うん、あ、鶏の味濃いですね。ありがとうございます。それとまたちょっとお醤油も見た目ほどしょっぱさがなくて、そうですね、醤油の旨味も感じますよね。はい、
醤油はですね、浜松の加藤醤油さんで、うち独自のために作っていただいた醤油になってますね。あ、このために作ってるのはやっぱり相性抜群ですよね。そうですね。うん、麺の味もしっかりしてて、はい、このスープの味に全然負けてないんですね、はい、この中華そばのためだけに打った麺なんで、もうそれもやはり自家製麺だからこそできる、そうですね、特徴ですね、はい、あ、おいしい。まあ味がすごいしっかりしてますね。甘いですよね。こちらのチャーシューはイタリアで長期飼育されたドルチェポルコっていう最高級肉ですね。店内の方に特製の燻製窯がありまして、そちらの方で毎日チャーシューの燻製をしています。いろんな努力が積み重なっているんですね。美味しいです。さあ店長さん、2品目ご用意いただきましたが、はい、こちらはどのようなラーメンでしょうか。こちらは浜北コーチン濃厚ふわまるラーメンになります。綺麗な泡が立っていて、では早速いただきます、はい、うん、まろやか。さっきの醤油とまた全然違いますね。そうですね。ああ、美味しい。うん、うん、うん、スープと本当よく絡みますね。そうですね。うん、極太の平打ち麺だとスープの引っ張りっていうんですかね、それがものすごい強くて一番旨味を感じられるんで、あ、もう本当にイメージはきしめんに近いですね。そうですね、多分普通のラーメン屋さんで使ってる麺がところないんじゃないのかなと思うぐらい。気になっていたのが卵。そうです。こちらは当店一番人気のトッピングなんですけど、浜北コーチンの塩卵になりまして、卵も浜北コーチンを使ってるんですよ。自分で剥いて食べるということ。そうですね。いいですね。ちょっと今までにないパターンですよね。そうですね。おお、わあ、見事に半熟。うん。口の中がまろやかすぎます。卵ってこんな美味しいんだねっていうのがね、本当わかりますね。うん、浜北コーチン塩卵、ぜひトッピングでお楽しみください。店長さん、今日は美味しいラーメンありがとうございました。ありがとうございます。何やら素敵なプレゼントをいただけるそうなのですが。はい、テレビを見たと言っていただいたお客様、ラーメンご注文のお客様に限りなんですけど、この僕と同じ頭の形の浜北コーチンの塩卵を全員にプレゼントしたいと思います。ラーメンを注文された方でテレビ見たよと言っていただくと、この店長さんと同じ形の塩卵をプレゼントしていただけるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にテレビを見ている皆さんにメッセージをお願いします。はい、浜松を感じることができるこのラーメン、ここでしか食べることができませんので、どうぞ皆さんお越しください。お待ちしています。ご紹介した2店舗から視聴者プレゼントのお知らせです。エルカミーノから魚介のパエリア2名様分を3名様にプレゼント。中華そばらくがきからはテレビ見たよで浜北コーチン塩卵を皆様にプレゼントいたします。住所、氏名、連絡先、番組の感想、希望のプレゼント番号とプレゼント内容をはがき、Eメールまたは
ウィンディの公式ツイッターの DM にてお送りください。来月はおすすめテイクアウトをテーマにお届けします。次回もお楽しみに。私の街に暮らしたともに。放送日程や過去の番組内容は番組ホームページからご確認いただけます。また番組では取材依頼やお店情報、番組へのご意見をお待ちしています。ご覧のアドレスまでお送りください。